ティス、ジャスティス、ジャスティス、ジャスティス、おはようございます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 、始まりました、始まりました、今週も始まりました、反撃のルージュの時間です、ありがとうございます、はいはいはい、今日は誰出るかなってことで、そうですね、早速ですか、ストロング終わった、もう定着、ストロング久しぶりで、今日ね今日ちょっと体にものということで、はい、トロピカナを、トロピカナですね、しでなるほど、いかんせんね、はい、1時間しか寝てないんですよ。あ、本当ですか。1時間睡眠か。それ1時間睡眠のナチュラルハイなんで、ナチュラルハイ、まずちょっ と, ここ、ねちょっとね、頑張っていこうということで、健康を利用して朝はてか寒くないですか最近。そう、めっきり寒くなってきましたね。やばい、そうやばいね、急ですよ ね, あれはやばいね。なんでうちらもね、ここちょっと秋冬収容とかも本当暖かく氷しないと、本当にこの時間帯も寒いし、だって今日ね、家から、まあ、いつも家族ちゃんにね、はいはいはい、タクシーで来てるんですけど、はい、タクシーの運転手さんともう話しましたもん。あ、寒くないですかって話あれ、それえ、寒いですか、すみませんみたいな感じ。あ、そう、タクシーの運転手さんは冷房がないって、暖房みたいなのがあるみたいな。俺なんかこう、まあ、つなぎみたいに来てるじゃないですか、この、はいはいはい、でなんかしかも歌舞伎町までって言うじゃないですか。そしたらなんかもうなんかそっち系な人に見られるんですよね。なんかホストに決して見られないっていう。そうですよ、まあまあまあ、だからまあ、ね、そういうので、ね、気を使わせたから変だけど、確かに怖いお兄さん、申し訳ないから、本当に申し訳ない。確かに、さあ、今日はね、本当に、はいはい、ね、朝1から、もう1からね、テンション上がってるね。あ、もうもう暑い始まりだったってコメントなんですけど、はい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 、そうそう、なぜこんなだけね、暑いかというとね、ええ、ちょっと聞こえるか分かんないですけど、BGM がすごい暑いですよね。あー、もうね、はい筋肉マンなんで、筋肉マン、もう今 BGM は筋肉マンのね、テーマが流れてるんですよね、そのメタルバージョンで。なんで、はい、放送前、めっちゃそう、外は寒いけど BGM が暑い、こちらです。いつもね、ジムでね、聞くんですよ、はい、あこれいいっすねジムでこれ聞けたらいいっすね、うん、スーパーヒーローって言うのも本当に筋肉マン、本当に筋肉マンになっちゃう危ない危ない。あのね、最近冬になったじゃないですか。はい、冬になりました。で、冬になったんで、結構冬服を出すじゃないですか。あ、そうですね、衣替えとかね去年着れてたはずのパーカーが、はい、なぜか今年になったらパツパツになったんですよ、はい、成長したっすね、成長した、1年で、ね、成長した、はい、成長するわ、はい、いいっすよ、いいよですね、皆さん、ジム行きましょう、皆さん、ほんまジムのおすすめです、精神鍛えられますから、ね、毎回尋問したら、まあ、精神は確かに、ぜひよかったらおわすまで、はい、おわすまでなるほど期待したらぜひ、ね、今日はストロング持ってきた、いや、今日はね、あのフルーツのね、今日はね、朝一牛島くんじゃないですからね、このフルーツのね、牛島くんじゃないですか。そして、後ろの背景とか気づいたことの方がいるかもしれないですけど、おっと、はい、ちょっと変わったんですけどね、はいはいはい、ちょっと若干かぶってますけど、お宮城さんね、お宮城、ね、調子イケメンが14日なんとね、バスイベントで、おーしゃ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 ー画面大きく使われてるのでなんか4人いるみたいな、ね、まあ4人いるよ、まあバスイベントなのね、ぜひぜひね、皆さんね、お祝いとか駆けつけてください。バスイベントっていいよね、うん、いいですね、いいですね、はい、夢がある夢がある、いろいろ夢がある、夢があるから、ありがとうございます、迎えてくださいそうで、はい、ちょっと言いたいんですよ、はい、秋になったので、はい、秋になりました、ちょっとですね、はい、最近みんなでね、はい、大久保公園でやってる、今やってますね、ダーメン博にちょっと行こうということで、はい、行ってみましたという、ちょっと写真を、そう、ちょっとチラッとだけどね、もうチラッとね、チラッとね、はい、営業後に行ってきちゃうんですよね、チラッとね、ほんとマジで、まぁ、あ、ちょっと、あ、違った、そうなんですね、ほんと社長もチラッとね、画面端にチラッとだけどねアホズらしい、アホズらしい、カーッとしてるけどどうしたいや、めっちゃ熱すごくて、いや、そうになりましたね、そうそう、これビールで、はい、みんなでね、ちょっと昼間にビール飲もうってことで、そうそう、やったんすけど、社長みたいにでかい社長がそうそういや、こんな感じで ねあれ、ジョイさん、スーツ着てるからね、あ、そうですね、私はあれ、僕ですよ、仕事終わりですよ、仕事終わり、完全にサラリーマンみたいなね、まじで仕事終わった後にまたビール飲んでる、ビール飲んでる社長、この顔怒ってるよ、怒ってるよ、怒ってないですよね、怒ってないですよ、大丈夫だった、ハーブやったんですか、早く飯食いたかったのに、なんでみんな並ぶんみたいな、そうだね、俺、並ぶのすごい苦手なんですよ、まあ、分かりますよ、まあ、それは人気なわけだよね、20分ぐらい結構並びましたね、そう、本当、結構アトラクション並びになってるから、ラーメン食べ放題の、いや、違う、食べ放題じゃないんだよね、なんか、はい、各店舗のなんか地方のラーメンをそれでなんか競い合うみたいな、そうそう、食券買って、なんか投票するみたいな。
なんかいろんな食べれたとか全然そんなんじゃないね。もう、うん、各店舗すごい並んだから結構いろんなね、はい、うん、でもね、はい、一つだけ言うと、はい、本当最後一つだけなんだけど、はい、どうしようしないけどね、はいはい、あの一つだけなんだけど、はいはい、めっちゃね、はい、そこにいる人たちと仲良くなる。俺ね、ビール買うときに、はい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 、これオフ話なんだけど、はいはい、後ろの側の後ろに並んでたおっさんに、うん、なんか美味しいラーメンありましたみたいな言って、あ、なるほど、で、俺あそこ行きましたよみたいなこと言ったら、マジっすかみたいな、なんか今度はいいとこあったら教えてくださいみたいなこと言ったんだけど、すごいな、知らねえよお前、ね、何そんな気安く喋ってんだよお前だ。ビール並んだだけどお前知らないよ、でも知らねえよみたいな、お前連絡先知らんしお前どうやってお前ラーメンいいとこ教えんだよみたいな、そうそう、ラーメン行きましょうね、コントって言ってみたいな、そんな合わんよみたいな、確かに今ついさっきやったけど、そんな、それぐらいの会話でも成立する、まあ、できる、うん、あの場所なんだ、つけ麺博、つけ麺博とかね、よかったら皆さん行ってください、はい、やってるんでまだね、やってます、それは黒川じゃない、確かに、今度手に通ってやりますかね、はい、ということで、まあね、長橋も最初振りたいと思いますけども早速ですが、企画ですけども、まあ、今テロップの方出てるんですけどね、そうそうそう、それじゃあ企画シリーズ第1弾ハロウィン編よいしょーということで、はい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 、はい、出ました。何をするかというと、何するかぜひ、はい、うちの従業員がね、はい、やっぱりハロウィンイベントをするときに、はい、何を着たらいいかなっていうのが結構悩んでる、結構悩んでたんですよね、そう、なので何を仮装するか、ちょっとですね、はい、皆さんに投票してもらって、はい、はい、はいはい、もしかしたらそれが決めてもらおうか、採用されるかもしれないと、そうそうそう、なるほど、でそれを21日のイベントで着て着て、はい、しゃべって、次の、ニコ生で発表するって、なるほど、こんな感じになりました、ね、みたいな、なんでよかったらね、もしあなたの提案がね、採用されること、可能性あると思うので、ぜひぜひお願いします、はい、ちなみにそれはメンバー全員ですか、どうメンバー今日は、はい、私、ひなたと、はい、ジョイさんと僕と、はい、楓代表と、楓代表と、あとは、沖縄育ちのたけるくんと、あとは、みよと、みよだ、みよだ、はい、5人だね、5人をちょっとね、サクサクっと、2、3番ずつくらいで回してて、何が似合うのかをそうそうそう、ちょっとやってもらいましょう、ね、もうね、写真バンって出すんで、はい、これみたいな、彼はね、彼はこれ似合うんじゃねえかみたいな、そうそう、ドラえもんって誰だろうね、誰にドラえもんしてますね、ドラえもん面白い、では早速、写真1枚目ちょっとお願いしましょうかね、行ってみましょうか、お願いします、はいはいはい、誰だろう、誰だろうな、あ、じゃあ、出た、ちなみに今後言うと、はい、皆さん多分初見さんもいいと思うんで、そうですね、あれですね、沖縄育ちで、はい、小学校の時の思い出というと、はい、自分が飼ってたロバかなんかを、ヤギですね、ヤギか、ヤギが、ヤギを飼ってたんだけど、自分が小学校に行って帰ってくると、ヤギがいなくなってて、ちなみにピーくんの名前だったんですけど、ピーちゃんがピーくんだ、それを食ったっていう、そうですね、夕飯の時、ね、出てて、あれ、ヤギが出て、あれ、ピーちゃんどこ行ったっけっていう、まあ、彼ですよ、まあ、それを覚えておいて、メインは彼ね、彼がもし仮装するなら何が似合うかなと、そう、それをちょっと聞いてみたい、ちょっとなんか、何しようかなって、どう思います、なんか、バッドンクス、こう、ね、どういう、何が似合うんだろうね、じゃあ、そういうことで、俺はね、目が悪いんだよ、じゃあ、その時のピーちゃんのコスプレ、ピーちゃんのコスプレってことは、ヤギだね、ヤギのコスプレ。ヤギのコスプレかな、デビルマン出てきた、デビルマンじゃない、デビルマンはこの、まあ、どうなんだろうね、そうね、なんでちょっと、アンケートでね、ババンと出してもらえたら嬉しいかなと、アンケートがあると、筋肉マン、まあそうだね、分かる、やったしかね、そのアンケートのアンサーなんか、なんかちょっとね、かっこいい系、かっこいい系、かわいい系、グロい系、ちょっと全裸系、全裸系、みたいな、なんか、この脱ぎがいいんじゃないか、靴みたいな。どういう系統着てほしいとか、じゃあこの系統似合うんじゃないかとか、どう思います皆さん、僕も分かんないんですよ、そうだね、僕も分かんないからこそ、ちょっと聞きたいんですよね、何がいいのか、参考にしようからね、そうそうそう、毎年、まあ、迷いますからね、毎年迷うね、これはね、まあ俺的にね、なんだろうね、謎の全裸系、確かに全裸系ってなんだ全裸系、あ、ボディペイトそんな概念だと思ってたんだよ、ふんどしもある意味のコスプレだと思ってたんだよ、なるほどね、確かにそのまあネタ的なやつね、でも全裸に入りましたねはい、どうさ、結果出たよね、さあ、たけるくんは何が似合うんだろうね、なんだろう、ババンと可愛い系12、かっこいい25、
グロい順やっぱ0番もう全裸でいこう5割だよし決めたよし決めたありがとうございますありがとうございますもう全裸でいくんで確か全裸あのなんか肌色のあのふんどしとかやってちょっとあの体全員全部肌色みたいな遠目見たら編集者足してください入ってますよみたいなチャゲそれ行きたい今頃みたいなそうだね実際明るすぎるだけでね半分ずつ実際ホストはかっこいいコスプレした方がいいのまあそうだねまあ中でもね、ちゃんとすごい決めてくれるボールで高いやつでもね、あの僕らのね、見ていかんすよねかっこいい人もいるんだけどあの、かっこいい系が似合うかどうかっていう時間もありましたよまあまあまあね、そういうのもあるんでまあなんか、進撃巨人的な、あ、なるほど荒川のカップ荒川懐かしいありがとうございます。じゃあ、ということで。参考にしたければ、ね。全だけで決定したんでありがとうございます。決定したわからない。彼本人が本当にするかどうかわかんないですけど。やらせます。やらせます。すごい。もうこれ社長の権限で。もうやらせます。いやー、怖い。はい、じゃあどんどん行きましょうか。どんどん行っちゃいます。じゃあ、次の人誰かな。ちょっと、あーねー、そう。これちょっと可愛い路線なんですよね。そう、彼は一応まあ可愛い路線で行ってるんですけど、果たしてね。ちょっとね、俺個人的にムカつくんだよね。なんか本当に。安定の可愛い路線を。そう、ずるいよね。ずっと攻めてて、そう前なんかねリラックも着ぐるみだったりとか、そう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 、で、しかもやっぱ女性からやっぱ可愛いって言われるのも多いんだよね、やっぱね、そう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 、ここは相手と違うレースのね路線で行ってほしいなと思う、飛行士で、飛行士で、さっき巨人進撃巨人なんで、やっぱ飛行士とコスプするのかなみたいな、これ誰かでしょ、アイスカサイズ、おお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 おやっぱ可愛い系かなみたいな、ね、やっぱそうかなまあまあまあ、まあ、そうなっちゃうのかなどうなんだろうね可愛い系だったらさ何なんだろうねもし可愛い系なんか女装とかするんじゃないですかええー、女装って言ったら安定だよねなんだよいやいつもさそうそうそう毎年やるじゃんはいやってますね僕やっぱ可愛いのをやってくれるんだけどそうなんかやりましたね確かにこれ全員全然だった全員全部全部だったほんと進撃巨人みたいな本当に巨人ばかりで、誰か一人が本当にね進撃の巨人イベント進撃の巨人イベントでもうあ、ハロウィンとか関係ないただのコスメ大会で、あれでしょ、女性みんなミカさんなんでミカさんなんでしょ、ちょっとお客様が全員ミカさんなんでしょあ、でも進撃の巨人イベント面白いね何でしょ、今更面白いね、それ県内カオスです狂月でとりあえず駆逐しようあ、いいね、それは正しい、そうだねあ、進撃の巨人イベントだろうか、ちょっとちょっと面白いかもしれない、うん、面白いかもしれない、11月とかねちょっと、はいアンケートが出ました、じゃじゃん可愛い系30、グロい系40、全裸30おー、グロい系かグロい系が多いねはい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 あ、いいねいいね、ちょっと意外でしたねやっちゃおうやっちゃおうね、うん、あ、でもちょっと嬉しいですね、これいいですねじゃあもう、ボコボコしたゾンビにしたんだからねゾンビのメイクで、まあ、さらにまたやってましためっちゃボコボコしてやるそうしましょう、どうやっていきましょう可愛さも、あどけさもない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 グロい系ね、オッケーオッケーボディペイント、まあボディペイントとかまあいろんなこうペイントとかしてっていうそうですね、なんかいいね、面白いさ、それ結構いいねありがとうございますいいですね、結構参考になるからねじゃあグロい系で、決定ということで意外と、意外だったね、グロい系ね、まさこだよね、本命オッケー、じゃあそれでいってみましょうそれでいきましょうかねさあ、どうグロくするかねどうまあまあまあ、それはお楽しみだよねオッケーオッケー了解しました。ありがとうございます。はい、じゃあ、それでは、はい、グラフィーしますので。じゃあ、一旦 CM 放送で、また CM 分け、ね、また次のメンバー行きたいと思うので、一旦 CM です。あと、あとみんな全裸とかね。
はい、よろしくお願いします。はい、最初です。続きいきますか。いっちゃいましょうか。はい、じゃあ続きメンバーのハロウィンないかな。いや嬉しいね、こうやってね、東京で決めれるってことで、ちゃんと考えてくれるんですね。ありがとうございます。残りのメンバー誰だろう。あれか、はい、あ、はい、あ、はい、そうだ、会社ですね、後ろ代表です。まあ、あのね、もう言わずと知れた V4 でね、はい、一番こうね、今こう店の中でね、はい、こう、まあ、でも、まあ、結構頼られる存在が多いよね。ですね。ちなみに、おととしは、はい、おととしちなみにピッコロやったんかな。ピッコロでしたね。おととしピッコロだっけ。はい、おととしピッコロ、ピッコロやって、去年が、おととしがフリーザでしたっけ。おととしフリーザ、そう、フリーザやって、で、おととしがピッコロ、え、あ、去年がピッコロでしたね。毎年1年に1回だけ、はいはいはい、あの、いつも絶対、はい、あの、しないことをしてくれるんですよ。そうそうそう、要望が聞くんですよ。確かに、だから意外性ですよね。変なことを絶対しない人なのに、はい、普段、はい、なんか、あの、顔にめっちゃ緑にして、そうそうそう、ターバン巻いて、ターバン巻いて、ほんとピッコロですね。いや、高級高い。いや、去年なんですが、はい、ピッコロは、まあ、ごめんなさい、画像ないんで申し訳ないんですけど、はい、ねえ、去年の道着脱いだときに、なんだろう、あとあれだったら、顔緑色の屋台のおっさんがなんか、キャッシャーに立ってて、俺びっくりしたもん。いやーみたいな。そうそうそう。確かにそうです、そうです。あったんで。はい。何系がいないでしょう。何系だろうね。彼が結構一番お金かかってますからね、仮装に関しては。そうだね。そう。全然分かってそう。そういうキャラだったんです。鬼畜代表。意外とそう、鬼畜代表なんですよね。あの、時間に厳しい代表ですよ。はい。あの、酔ったら帰らせる。ちゃんと帰らせる。俺いつもね、あの、駆逐されてるから、ね。駆逐されてますから、ね。駆逐代表ですから。そう。まあでもね、ほんとね、そう。年に1回だけは、結構言っちゃっていい日がありましたね。ありましたね。うん。なのでね、駆逐されるね。何行きましょうね。なんか、ちょっと俺は、何で行きたいのかなと、うん、ちなみに本人はちょっとなんかセルの最終進化系、はい、ああ、はいはいはい、みたいなやつをすごい、ね、もうほんとドラゴンボールで、ね、そうそうそう、行こうかなっては言ってたんだけど、はいはいはい、なんかね、そうそう、ちょっとネタ系が多いからね、今回なんかね、うん、かっこいい系のアイテム、あえて可愛い系もいいかもしれないし、なんかまあドラえもんとかね、ドラえもんとかね、そう、絶対それもちょっと可愛い愛されキャラだね。行こうかな。どうやってもとしたら、なんか本当怒られるよね。怒られるよね。すごいね、みんなベンダーに入れてください。そうですね。もうアンケートだけもらって、意味。アンケートの意味。可愛い系想像できない。できないか。愛されキャラできないから、まあでもあれ。なんかね、包容力あるというか。そうだね。でも本当ね、これ決まるんでね。本当に絶対させるんで、一つだけ言うと、絶対ここで決まったことさせるし、するし、うん、そうそうそう、ここでできた、あの後に俺とジョイさんもし、はい、この後しますけど、しますけどね、何絶対するんで、マジで、うん、そうそうそう、今のところゼラ系とブルー系が、そうだね、タケちゃんゼラ系だし、そうだね、ブルー系、そうだね、ゼラ系、はい、はい、やりますよ、緊張するんだよ、これまあ、俺らじゃないけど、俺らじゃないけど緊張するってよね、いいのかな、そうだね、いいのかな、なんだろうね、なんだろうね、はい、ゼラ系と可愛い系が、おトントンだ、ゼンダーと可愛いがトントンだ、じゃあこの選択肢かな、あっしオッケー、トントンだ、トントン、ゼンダーと可愛い、トントンね、トントンだね、可愛い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 、ゼラってなんで、ゼラに可愛いもクソもあるか、可愛いあるか、あちょっと可愛い系だな、そうですね、うん、じゃあちょっと可愛い顔させていらっしゃいましょうね、可愛いゼンダー、それでは行きます、まあ、ちょっとそっち系でじゃあ考えてみましょうね、行きましょうか、はい、じゃあ OK です、はいはいはい、じゃあ次僕行きましょうかね、行ってみる、行ってみる、僕はいいかなと思って、え、なんですか、なんか決まってるんですか、こう、なんかこれしたいなみたいな、なんかあるんですか、あ、でも前やったことが、あれでしたね、ジャック・スパローの仮装、やったね、はい、めっちゃ似合ってたね、ジャック・スパロー、顔がやっぱ濃いんで、そう、ジャック・スパローだったの、むしろむしろ、そうそう、ジャック・スパロー、写真でもあると思う、そう、ジャック・スパローだったんで、なんだっけ、あと一昨年がさ、なんかなんか、あ、囚人だ、あ、ショッカーもやったよ、ね、あ、某戦闘員みたいな、ね、そう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 、誕生日の日に、なんか俺マジ、明日マジ、バスで選んで、俺頑張っていくんだよって、何で来るんかなと思ったら、ショッカーのはい、ヒーできて、全然顔見えないってね、誰が主役なのか分かんない、ね、めっちゃ飲まされて、営業中に裏見たら、ショッカー死んでるみたいな、もうマスク脱いで、あー、バレてる。
仮面ライダーに殺されないかと思って中の人みたいな。ジャックスパローやってほしい。いいね。そして僕のアンケートだね。うん。あ、面白かった。あれ、あれいいっすよね。ほんと積もったから、あれほんと。はい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 。いいっすね、ジャックスパロー。ジャックスパローやってほしい。そうだね、ジャックスパロー。そうだね、今出てるアンケートは、ジョイのやつですね。そうですね。俺さ、そう。多分画面、携帯の画面越しようかな。俺、これ、これ俺っすよ。そう。ね、懐かしがるから、これ。これ、ジャックスパロー。いや、マジでジャックスパローってあったあった。そうそうそう、前はこんな感じやってました。ジャックスパローの人もさ、若いね、やっぱね。いや、この人もだいぶ若いよ。若いわ。だいぶ前ですからね。若いわ、やっぱね。外人さんやって。外人さんやって。外人の血入ってたね。入っちゃう。はい、行きましょう、お願いします。ありがとうございます。何系だろうね。そう、この顔だからと思った。ほぼゼロ、おぉ。いや、俺のゼラ見たって何も無事けねえよ。行きましょう。すごい、7割でほんと無事じゃん。行きましょう。なんか可愛い系とか欲しかったな。そう、ちょっと意外性欲しかったな。いや、逆に俺は意外だったけど。俺は逆に圧倒的ゼラって何だよ。いや、いいねー、いいね。意外が結構来るね、これ。オッケー。ゼラ、ゼラ系で。ありがとうございます。ゼラ祭り。よし、オッケー。じゃあ最後、やばいわ。最後、この中で怖いんだよ。じゃあ最後ね、うちのヒヤツだとかね。そう、どういう系が似合うんでしょうか。とかちなみに、なんだっけな、前来られましたね、ヒヤツさん。そう、去年はスパイダーマン。スパイダーマン、まあゴリゴリのスパイダーマン。一昨年は、おととしあれだ、俺サバンナの役にすごいに出るって言われたから、赤い短パン、本来長いパンツで赤かったんだけど、買ってたの、その日に。わざわざ赤いパンツを、赤いズボン買ってたのに、その時にお前もっと短くしろって言われて、気がついたら半パン以下以上になってて、もうなんかね、ホットパンツみたいな赤いやつ着て、ただひたすらブラジルの皆さん聞こえないから洗濯回るっていうことをやってた。本当に仮装じゃないよ、普通に着替えしただけだしね。サバンナヤギのものまねしてたからね。俺だってハロウィンの仮装会にどこ行ったかってアジアスショップだからね。アジアスショップの技だな。みんな同期が買ってるんですよ、このアジアス。赤いやつ確かに着たい人の全部はね、ただあれなんで。まあそうだね、そうだね、そうだよね、本当にそうなっちゃうんだよね。まあそれは本当申し訳ないんだけど、ただのムキムキだからね。そうファンだってやつになっちゃうから、本当に。まあそうなんだよね。そう、ストロングの全部見てもな、てんてんてんって後が気になるわ。後が気になるわ、本当にマジで。まさかそのためじゃない、そのため、はい、そのためじゃない、ハロウィンのためわざわざジムに来たりやってくれ。1年間かわいい。かわいさを求める。嘘、なんだろう、マジで。もうあえてもう過去女装しましょうかね。おぉかわいい系だね、なんかね、なんかアリスみたいな。おぉ俺系だね、人生で一回目パツパツあるよ。それはそういう系かなって。なんかそれは面白いんじゃないかなって。ムキムキだって。マジか、俺企画考えたら誰だよ。ムッキムキだって。俺がムキムキのね、性格的な体表現がやばいわ、やっちまったわ。ちょっと可愛いらしいんで、視聴者の方は。わかりました。あるんで、まあどうなることやらか、本当にね、可愛くないのか。そう、ここでゼロの流れが途絶えた。来週にね、他のメンバーもね、ちょっと後ろに出てるみやびさんとかも、ちょっとどういう感じがいいかっていうのをやっていこうかなとは思ってるんだけども、まあこれね、本当意外すぎるわ、出る。果たして本当嫌だからね。なんで、まあ、こう5回やるので、必ずしもっていうのは言えないので、あれなんすけどもね。あれなんすけども、あれだよ、これ、来週に、まあ、これ、もう一回アンケート取ってほしいメンバーを、で、その次の日ぐらいにイベントなんで、それで、ちょっとこうやるじゃないですか。で、喋って、で、その、要は29日の回かな、後半のね、26日の回か、26日の番組の時に皆さんに写メ見せるんで、これこういう感じでしたと。それでもしダメだったやつ、可愛い系でもなく全裸系でもなかったので、ここで決まったことをやってなかったやつね、マジね、バッシングめっちゃ荒らしてるね。もう来るよ、荒らしてください、マジで。マジ荒らしてください。もう俺やめてごめんなさい。いや、ジョイは全裸で絶対やった。そうベンダーしなかったらマジであれですよ、次からここモザイクかかりますよ。それ仮装の意味が
この寒さ、今寒さに寒さに今寒くなった時期なんや。まあまあまあ、アンケートにあの全裸混ぜた俺が悪かったの。そうだよ、そりゃダメだよ、全裸入れたら面白いよ。でも俺まさか可愛げいくと思わなかった。可愛げですからね。わかりました。はい、ということで決まったんでね。はい、という感じで。いいね、うん、じゃあどんどんそういう感じで行ってみましょう。そうですね、はい。風が吸ってガクブレだし、間違いない。間違いない。なんだろう、みんなハロウィンってさ、どう毎年します、皆さんはね、仮装ね、まあ今流行りやばいゾンビメイクとか多いかもしれない。多いよね、やっぱね。ねあとクオリティが全然高い。ねえ、クオリティ、なんか年々クオリティ見たことがあるじゃん。高いですよね。てか歌舞伎町までさ、はい、あのもう本当に30日、31日なんでさ、付近はね、もうやばいよね、もう街中が本当なんかバイオハザードですね。バイオハザード、本当に本当にバイオハザード状態で。でもしかもさ、その1日のためにさ、はい、こうコスプレするっていうってすごいよね、やっぱね、イベント的に。そう、渋谷とかもやっぱ一番強いですね。いいよね、渋谷のやっぱ。そうやってみたいね。俺今年ちょっとね、行ってみたいなと思うんですよ。はいはい、そういうとこ行って、うん、ノリの上で、うん、そう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 、なんかやってみたいなと思ってるんですよね。そこでなんか全裸で上だったら多分シンプルに本当ガチのポリス捕まります。待って待って、今の流れで言ったら俺ムキムキなれてたからね。そうそうそう、だいぶ近くないからね。渋谷でムキムキなれてたらゲイだからなんだろうね、マジで。マジでまたゲイに注意されるわ、ほんとに。はい、ありがとうございます。そのたまにね、はい、スピンオフで出るかもしれないで、渋谷で行きましたよみたいな。ありがとうございます、ということで。はい、ではやっと放送時間も残り1分前なので、はい、はい、あっという間ですけども、まあね、こうご期待ください。実際、本当にね、そうなのか、やっていきましょうか、やっていきたいと思います。まあ、こういう感じでね、ハイクルルージュも、また企画の方がどんどんシリーズ化するんですよね。もうどんどん、今月からね、ちょっといろんな、番組とか始まるんでね、もっとこう頑張って、皆さんにね、はい、視聴者様にどんどんやっていこうっていう思ってますので、今後からもね、クラブルージュの、ハイクルルージュの方、よろしくお願いしますので、それでは、次回、お楽しみ、次回のメンバーでお楽しみで、はい、また、また来週もお願いします。それではバイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。